フランク・エドウィン・マグロー・ジュニアは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、コントラ・コスタ軍、マルティネス出身の元プロ野球選手。左投げ右打ち。ニューヨーク・メッツとフィラデルフィア・フィリーズでプレーし、その2球団でいずれも、球団初となる、ワールドチャンピオンとなった時のメンバーである。息子のティム・マグローは、カントリー歌手。1964年に、ニューヨーク・メッツと契約して、プロ入りし、 翌1965年にメジャーデビュー。1969年には9勝12セーブを挙げ、球団初となる世界一に貢献。すなわちミラクルメッツの一翼を担った。1971年には11勝、防御率1.70。1972年は8勝27セーブ、防御率1.70の好成績に加えて、初のオールスターに選出され。 ナショナルリーグの勝利投手となった。1973年は開幕から不振だったが、夕方ビリーブを合言葉に自らとチームを奮い立たせ、シーズン最後の追い込み1ヶ月で4勝11セーブを荒稼ぎしてメッツをリーグ優勝に導いた。1975年にフィラデルフィアフィリーズへ移籍。1980年には5勝20セーブ。 防御率1.46の高成績を上げ、ワールドシリーズでは最後の打者を三振で締めくくり、球団初の世界一の瞬間をマウンドで迎えた。1984年に現役引退。1993年にはメッツ球団。1999年にはフィラデルフィア野球電動で電動入りを果たした。2004年1月5日、脳腫瘍により亡くなった。 ありがとうございます。